はい、こんにちは。皆さん、藤原です。今日も仮想通貨ニュースとナスダック、ビットコイン、イーサリアム、 XRP、 アプトス、フローキーヌ、ドル円のチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは投資について毎日配信してますので、資産を増やしたい人はチャンネル登録お願いします。そして動画が良ければグッドボタンお願いします。はい、あと今週のメンバー動画ね、土日の間に出そうと思ってます。僕が買わない仮想通貨パート2ということで、これシリーズ化してやっていくので、気になる人はぜひね、バブル終わるまでメンバー入ってみてください。はい、今日のニュースで一番僕が気になったのは、グラスノードね、仮想通貨の分析企業ですけども、ビットコインが10月で 30% 以上上昇していて、まあ、上昇トレンドの基礎を築いているって話になってました。まあ、来年ね、半減期がもう4月ぐらいに想定されてますけども、来年と24年と25年っていうのは、まあ結構強く相場になると予想している、企業、人物が多いんですけども、それの、まあ、最初の基礎の部分なんじゃないかっていう話が出ています。まあ、根拠はね、いろいろな、まあ、移動平均線を上に抜けてきていて、上昇トレンドっぽいね、チャートになっているので、まあ、上がってくるんじゃないかなと思ってますが、まあ、注意していただきたいのは、ここからずっとこう上げ続けるわけではないですからね。半減期なんか来た後もそうなんですけど、ビットコインってのは結構値動きが激しいので、株と比べたら、まあ、例えば5万ドルつけるんだけど1回3万5千ドルまで一気に落ちるとか、そういうね、なんかこう市場を不安がらせるような動きとかは想定する必要があるので、一応ね、まあ、僕もバブルのスタートみたいなね、バブルの基礎みたいな感じに見えるんですけど、まあ、今後もその大きいその調整みたいなのは来るんじゃないかなと思ってます。はい、であとね、10月っていうのは過去見てもかなりの高確率で上げているんですが、11月12月はちょっとまばらというか、まあ、半々ぐらいなので、まあ、そこはちょっと注意した方がいいと思います。はい、であとは、ビットコインの ETF、 現物 ETF が実際に上場したらどうなるかみたいなところが、まあ、専門家によって話されましたと。専門家って言っても、今回日本の取引所の、マーケットアナリストとかね、日経新聞の方であった動きなんですけども、やっぱりね、ゴールドのその現物 ETF が承認された後に、まあ、相当なお金が証券市場からゴールドの方に流れたっていうのがあるので、まあ、やっぱりビットコインの現物 ETF も承認した後に、まあ、現物先物オプション市場とかね、いろんなところでお金入ってくるっていうね、影響はあると思います。まあ、そうすると、まあ、やっぱりビットコインに対する期待がね、世の中にあるのであれば、やっぱり上がりやすいっていうのはあると思います。なんか上場しても上がらないんじゃないかって言ってる人が一部いるんですけど、ほんの一部なんですけど、それよくわかんないんですよね。そのね、あのゴールドとか、今までまあシルバーとかいろいろあったわけなんですけど、まあ、いずれもそのやっぱり証券市場からいろんなお金が入ってきます。例えば証券市場に上場すると、年金とかを管理する会社からのお金とかも入ってくるね。401k っていう確定拠出年金制度のお金とかも簡単にビットコインとかに入ってくるわけですよ。そういうの考えたら、やっぱり普通にお金たくさん入ってくるから、まあ期待で上がっていきやすいよねっていうのはあると思います。はい、あとはね、ミームコインのフローキーヌなんですけど、価格がね、急騰してますと。フローキーヌといえば、昔って言っても21年かイーロンマスクが、私の柴犬の名前フローキにするっていうね、ふざけたツイートして、まあ、注目されたプロジェクトになりますが、まあ所詮ミームコインだったわけなんですけど、今回は現実資産をトークン化するっていう領域で、ちょっとねプロジェクトを立ち上げると、プラットフォームトークンファイっていうのをローンチするということで、その期待感で、まあ、上がっているってことです。で、先にこれチャート分析していきたいと思うんですけども、確かにその話がある前から、まあ、ぐんぐんと上がってきて、まあ、2倍ぐらいね、今上げているような状態です。その前はずっとだだ下がり状態だったんですけど、上げてますが、まあミームコインなんで、やっぱりちょっとね、その話題になってる時はめちゃくちゃ上げるんですけど、なんかあんまりその話題にならなかったら、まあ、ずる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 下がっていくので、あんまり今高値掴みして、まあ、下手したら全戻ししたらね、資産半分に減るので、あんまり、まあ、期待しない方がいいんじゃないかなと思ってます。はい、期待するのであれば、しっかり下げてきてから、まあ、せめて買った方がいいかなと思ってます。はい、あとはイーロン・マスクが X、Twitter の、全体会議で、この X をね、金融ソリューションのハブにしていくって話がありました。
まあそのためには、金融プラットフォームを X.com っていうのを設立したりして、まあアプリで決済できるみたいなところはやってるみたいなんですけど、その仮想通貨をどう利用するかみたいなところについてはね、まだそんなに話が出てないので、仮想通貨と絡めていくのかっていうところはちょっとまだわかんないと思います。はいはい、じゃあ今日もね、ナスダック、ビットコイン、イーサリアム、XRP、アプトス、ドル円の順番でチャット分析していきたいと思います。はい。ナスダックは昨日一応陽線なんですけど、三角持ち合いを下に抜けているので、まあ、今のあたりでレジスタンスされて結構勢いよく落ちてきやすいんじゃないかなと思ってます。14,180 ポイントですね。で、S&P500 とかも同じく結構ね、チャート形状崩れてきているので、まあ今から強い下落が来るんじゃないかなと思ってます。で、週足の移動平均線が重なってる13,000ポイントちょっとぐらいのところぐらいまでは落ちやすいかなと思ってるので参考にしてください。はい、あとね、FXGT っていう取引所でナスダックとか S&P500 とか、ドル円とかトレードできますので、今新規登録すると2万円もらえるので、ちょっとやってみたいという方は概要欄のリンクから登録して2万円もらっちゃってください。はい、ビットコインです。ビットコインは今4時間足で見てますけども、昨日一回ちょっと下振ってくるような動きがありましたね。ただそれでも33,400ドルぐらいなので、とりあえず今僕はこの33,000ドルから35,000ドルのこのレンジで見ている状態です。で、また何回かね、こう、33,000ドル近くまで、こう、押し目をね、作ってくると思うんですけど、これが5回とか7回とかね、結構何回も何回も割らせないんであれば、そのうちまた上に行きやすいんじゃないかなと思います。はい。イーサリアムです。イーサリアムが1750ドルで一応サポートされまして、まあ、1790ドルです。で、こっちもビットコインの33,000ドルと同じく1750ドルをなかなか割らせないのであれば、ビットコインと一緒に上に行きやすいと思うんですけど、まあ、上昇率としては多分ビットコインの方が高いので、その上にね、ロングしていきたいという人はビットコインの方がおすすめです。はい、XRP です。XRP が今 0.546 ドルなんですけど、まあ、ちょっとね、この平行チャンネルを上にタッチしてからずるずる下がりそうになっているので、仮想通貨全体が下がってくる日にドカッと下がってくるんじゃないかなと思ってます。しばらくね、このレンジの中で面白くない動きをすると思ってます。下が 0.47 ドルで上が 0.58 ドルぐらいの範囲ですかね。まあ、あとはスウェルとかでなんか面白い話が出たら、まあ、ちょっと反応してくるっていうのはあると思うんですけど、でも昔みたいにそのスウェルのね、期待でめちゃくちゃ上げるっていう動きはもうないのかなと思ってます。はい、アプトスです。久しぶりですね。で、アプトスを今日やる理由はですね、まあ、結構長く続いていた、まあ、下落のトレンドラインをね、上に抜けたっぽいので、今日やってます。なんか一応5ドルで結構サポートされて、若干途中割って4ドル台入ったんだけど、今 6.7 ドルまでね、跳ねているということなので、まあ、大底はね、打ったんじゃないかなと思います。去年、まあ、2ドルぐらいまで落としてきたっていうのはあるんですけど、この5ドルが今年ね、夏ぐらいからずっとサポートされていて、まあ、言えば上に飛んできていて、まあ、移動平均線も2つ上に抜けているので、アプトスをまあバブルに時に乗っかりたいっていう人は、まあ、なるべく安い価格帯で、ただ5ドルより下にはいかないという目線で、まあ、ちょっと現物買っていくと面白いんじゃないかなと思います。はい、ドル円です。ドル円がね、149.5円まで落ちましたが、トレンドを崩すほどの下落にはなっていないので、まあ今、押し目の範囲と考えて、また上に向かってくるんじゃないかなと思ってます。今、1時間足の短期足で見てますが、ちょっとね、押し目をこう線で引くと、まあ、上昇のね、ウェッジっぽくなっているので、ちょっとね、上をね、目指すけど、そのうち下に叩かれるみたいな動きもね、想定しなきゃいけないのかなって。いうふうに思ってます。まあ、あとはまあ、ちっちゃいチャンネルみたいになるかね。うん。なので、まあ、基本はロングなんですけど、こういうドカッと下がってきたタイミングで、今みたいなタイミングでロング入って、また高値更新して利確するみたいなね。そういうトレードするとやりやすいと思います。はい。あと、キャンペーンとしては、ビットゲットの方で今、先物大会やってます。
で結構僕の方もね成績いいので、興味ある人は、ビットゲットも、口座登録してみてください。新規登録で最大$5,000、75万円分のテザーもらえるみたいです。はい、今日の動画役に立ったという方はチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そして僕の SNS のフォローもお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。また明日。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤丸の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。